ほいしょ。ギラが配信してくれるって。ギラが配信してくれるんだって。だから交代しますね、ちょっとギラと。ギラ配信、今日は、太田ギラのショールーム特別編です。どうぞどうぞ。どうしたん？どっちだの？こっちも行くよ。ここはいいんだ、ここはいいんだって。もう一個の、どうしたの？猫ちゃんです、猫ちゃん、うちの。可愛くない？仲良しだね、今日ね。今日仲良し。一緒。仲良し。にゃん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 。暑くないの？一緒に育ってて。私は若干暑いんだけど。あなたと一緒で。ということで。よいしょ。キラー君も一緒に配信に挑んでくれるそうです。癒される猫って。いて、やめてくれ。ハオチムちゃん、おつたき様です。みのつたき様、かわいい猫が隣にずっといてくれる。珍しいよ、こんなことないよ。こんなことないから、珍しすぎてびっくりしてる。
じゃあ歌歌おうかな。お、キャプテンクロさん、こっちも、え、キャプテンクロさん、おはようございます。お伝え様です。ショールームも見に来てくれたんですか。ありがとうございます。大滝さんとキルティヤッホーだって、ヤッホー履くし、よいしょ、狭いぞ。はい、いってらっしゃい。よし、配信するぞ。いつも通りのある日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜星を見に行こう。たまにはいいこと言うんだね、なんてみんなしていて笑った。赤にもなる
がとう。ありがとう、本当に。アバターかわいい。ハレちゃん、ミスハレちゃん、お疲れ様。ありがとう。パチパチ、ありがとう。切る？そろそろチュールタイムか、キルアも。そろそろチュールのお時間だ。マルスちゃん、こんにちは。皆さん、こんにちは。ありがとう。シャツの袖口まくって太陽が近づく気配、僕の腕から衣替え、青い海波打ち際で君と会いたい、裸足の水しぶきぽにいてる風の中、君が走る僕が走る砂の上、ぽにいてる振り向いた君の笑顔、僕の夏が始まる。ひでまろさん、こんにちは。フォロー、ありがとうございます。あ、首姿かわいい。嘘、やだ。教室に日が差して、夢の気温が上がった。斜め前の君見てると胸が苦しいなってくる。
好きなんて言えやしないよ。後ろ姿に気持ちをつぶやくポニーテール夢の中君のすべて独り占めポニーテール片思い目と目合えば今はただの友達。はい、何ですか。ヤンニャンどうしたの。おいで。おいで。束ねた長い髪、水玉のシュシュ、恋の尻尾は捕まえられない。ポニーテール変わらずに君は君で走るだけ。ララララララ間違えた、早かったね。いつまでもはしゃいでいる君は少女のままで。ララ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 ヒロさん、こんにちは。ご助感とありがとうございます。ありがとう。グッチョブ。皆さんありがとうございます。フォロー、ひでまろさんがフォローしてくれました。ありがとうございます。ルームフォロー、Thank you。お、てっちゃん、お風呂、お風呂、お風呂しきーって、お風呂しきーってありがとう。なんか夏の曲でリクエストありますか？まあ、夏の曲のみならず何でもいいんですけどね。なんかありますか、いい歌。なんかいい歌ないかな。キル、キラ、キラちゃん、町、何町、キラは。タタラタタラタタラタタタタタ。この時間帯になってくるとじゃ眠たくなってくるね。なんかあ、カウントありがとう。夕日を見ているか。あ、全然違う歌にしちゃった。弱気な僕、通りすがるあの日の雨、本当は見た目以上涙もろい過去がある。とどめながるさやか水よ、消せども夜魔装の日よ。ナリーちゃん、ミントさん、こんにちは。サビイートイーストこのやりました。ワタさん、こんにちは。卒業して6年7年経ちました。この歌は
いつまでたってもあよ太郎が私のことをバカにしてくる歌です。いつまで言ってくるのでしょうか、この野郎。今日がどんな一日だったかなんて帰り道考えるよね。悲しいことや辛いこともあるさ、楽しいことが勝ち越せばいい。家族や友達や周りの人に心配をかけたくなくて、無理に微笑み嘘いくつかついて、君だけが抱え込むのをやめて。季節の風の向き感じたり、足元の花に気づいたり、小さな出会いにそう感謝できたら、僕らは幸せになれるんだ。夕日が沈む空を見ているか、時が散るその背中は美しいんだろう、Yes。 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんとキュンと見てあげようよ。間違えた。君が君らしく生きてること、間違えちゃったじゃん。すごいキラーにニャンニャン言われてる。ちょっと待って、この歌歌ったらね、ちょっと待ってね、ごめんね。この歌歌ったらね、ドア開けるね、約束。人間関係は面倒だけど、一人では生きてゆけない。人は誰も弱い生き物だから、お互いに支え合っているんだ。時にはきつい言い方したり、誰かの足を踏んでしまったり、後悔されたり、いろいろあったけど、いつも希望に満ちている。夕日が沈む空を見ているか、今を受け入れること、進むこと教えてくれる。失うことは何かを、いつか必ず手に入れること。あたりは少しずつ暗くなり、夜を描く点線みたいな星たちね。ちゃんと明日が来るまで、君は君らしく夢を見よう。沈む空を見ているか、時が過ぎるその背中は美しいだろう、Yes。 それなりの今日が終わり、全てリセットする夜が来るよ。家路を急ぐ君は一人きり、どうして自分のことを褒めてあげないのかね。ちゃんと見ててあげようよ。君が君らしく生きてること。はい、ありがとうございます。旅人さん、ハッシュタグタキちゃんズ75人目、音符までありがとうございます。この歌久々に歌ったよ、私もね、久しぶりに聴いたし、久しぶりに歌った。カメレオンさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。
パチパチありがとう。誰かのために人は生きてる、私に何ができるのでしょう。ララ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 ラ。いい歌だよね、誰かのためにも。いいよ。キュリアちゃん、キラちゃん忘れてない。キラちゃんじゃん、キルはね。よしよし。何歌おうかな。もう一曲歌って、今日はちょっと、もうちょっとでね、甥っ子たち、甥っ子じゃねえや、姪っ子帰ってきて、いとこも来るので、よろりちょっとやめようかなと思います。また夜配信予定、配信するかしないか、決まりましたらご連絡させていただきます。よろしくお願いします。今日は人がいっぱいいるぞ。なんで渋谷は夜になるのがこんなに早いの。ちょっと会っただけ、門限近くのゲーセンだって。恋の始めはいろいろあるから、あなたは帰ろうよっていい人ぶって言うけど、本音は違うでしょうね。どうするの、制服が邪魔をする、もっと自由に愛されたいの。どこかへ連れて行って、知らない世界の窓を、制服が邪魔をする、もっと自由に愛したいの。そういう目で見ないで、たかが女子高生よ。誰かが見てても、キスしなさい。通り過ぎてく人は何かを言ってあげたけど、どんな視線も愛の本能と目慣れない。肩を抱いても、腰に手を回しても、二人悪いことなんて何もしてない。私は進
受け入れるの。気持ちが高ぶればそこは何ゆきね。制服を脱ぎ捨てて、もっとフラチな遊びをしたいの。何をされてもいいわ、大人の楽しみを知りたい。制服を脱ぎ捨てて、もっとフラチな夢でもいいから、スリルを味わいたい。されど女子高生よ、何かあってもどうにかなるわよ、隠しなさい。制服が邪魔をする、もっと自由に愛されたいの。どこかへ連れて行って、知らない世界の向こうを。制服が邪魔をする、もっと自由に愛したいの。そういう目で見ないで、たかが女子高生よ、誰か出ても関係ないわよ、関係ないわよ、関係ないわよ、キスしなさい。ああ、私もこの歌大好き。最初のね頃だとこれと、私はあとなんだろうとってないあげはちょうど好きかな。だいたいこの歌作ってる秋元さんすごいよね。でもさ、この歌秋元さん作ってすごいなと思って、やべえなってちょっと思ったんだけど、そういえばさ、勝俊ちゃんこんにちは、ありがとう。そういえばさ、セーラ服をチャ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 ラララもさ、秋元さんが作ってるって考えればさ、まあ、こういう制服脱がす歌好きなんかなみたいなちょっとコスプレ好きなんかな、制服系のコスプレ好きなんかなってちょっと思っちゃうよねそういうのを脱がす、そういうのを脱がすタイプの癖そういうのを、そういう癖なのかなってちょっと思っちゃうよねそういうものが好きなんかなみたいな、ちょっと考えちゃうよね秋元先生は。こっちの歌の方がちょっと生々しいもんね。あっちはなんかちょっとポップに歌えるじゃん。ポップがポップに歌えるからいいよね。セーラ服をチャチャチャラチャラチャラ脱がさないでって、これはちょっとなんかエチエチな感じで、こっちの方が好きですけど、歌の感じとかも。勝俊ちゃんファネベルアップありがとう。では皆さん、この枠ちょっと終了しようかなと思います。そろそろね、怪獣が3匹の怪獣がうちに帰ってくるのでね、ちょっとうるさくなる前に終わりたいと思います私も今日から面倒を見なきゃいけない。昨日も一緒に花火見に行ったんですけど、今日も一緒にね怪獣のお世話頑張りたいと思いますだ、かわいい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 怪獣のお世話怪獣多いんですよ、したいと思います。では男女発表していきます。13位バカスちゃんありがとうございます。12位タクちゃんありがとうございます。11位ラッキーのちゃんありがとうございます。水晶事情ちゃんありがとうございます。9位キャプテンクルーさんありがとう。8位ジラフちゃんありがとうございます。7位ケビンさんありがとうございます。6位タッキーちゃんありがとうございます。5位ネボフィーちゃんありがとうございます。4位ハコおいしい、あ、3位4位スノスノさんありがとうございます。3位ハコおいしいありがとうございます。2位ジュンボーさんありがとうございます。そして1位がトコ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 ちゃーん、テツちゃん、お風呂お風呂お風呂式ギフト、お風呂式ギフトありがとうね。皆さんこの枠もしないカウントギフトポイントご協力ありがとうございました。ありがとう。また
次の配信ありましたらファンルームにてご連絡いたしますのでお待ちください。まあ、配信予定が、あるかないかどちらも連絡するのでちゃんと連絡させていただきますので、あのファンルームでよろしくお願いします。ではおつたき様でした。バイちゃんありがとう。おつたき様タイミング合えばまた来ます。ありがとう。毎日配信してるんでよかったら来てください。ありがとう。おつたき様。